はい、皆さんどうもこんにちは、井上博之です。相手の立場で考えるというお話をしたいというふうに思います。なぜこのテーマを選んだのかっていうと、多くの人ってなんか自分の話をすごいしたがるじゃないですか。まあ僕もそうなんですけども、まあ講演とかやっていて常にこう人にアドバイスを求められるので、何か質問されると、あ、答えなくちゃいけないんだっていうふうに思ったりするわけですよね。まあそれは決してなんか悪いことではなくて、講演会とかで、質問された時に答えたりとか、コーチングして答えたりするとすごく感謝されるわけです。だからプライベートになった時にも、質問されるとなんか答えてあげなくちゃいけないって、答えるべきなんだろうっていう認識になるわけです。である時に言われたのは、井上先生は常に人にこう教えるっていう立場でいるから、プライベートで会った時も何か教えるっていう、そういう立場でしかお話をしてくれないですよね。なんかこうプライベートで会ってる時の相談って、そういうことを求めてるわけじゃないんですよね、ということを言われたんです。だからもう少し、なんだろう、仕事モードではなくて、こう人間味のある、そういう対応っていうのがなんか感じられないって言われたことがあるんですね。あ、そういうことなんだっていうふうに思って、あ、何かこう普通人と話す時っていうのは、何かを教えるっていう、そういうことではなくて、伝えるとか自分の考えをそういうふうにこう相手に示すっていうことじゃなくて、相手の話、相手の立場だ、まずはしっかり聞いてあげることが大切なんだっていうふうに思ったんです。で、面白いことでですね、例えば何も答えないことがすごく価値になったりすることがあるんです。ある時相談を受けてて、ずっと黙って聞いてたんですね。で、まあ、聞こうと思って聞いてたのか、まあ、疲れてたから聞いてたのか、ちょっとよくわからないんだけども、まあ、しばらくずっと話聞いてて、僕はその方に、大丈夫だよって一言言ったんです。そしたらその方がですね、あ、すごいありがとうって、井上先生ってすごいですよねって言われたんです。何がすごいのかなと思ったんです。これだけしっかり普段人にいろいろ話している立場なのに、聞くこともできるんですね。そして聞いてくれるだけで、すごく自分はなんか嬉しかったし、逆に井上先生みたいな人に、大丈夫だよって、その一言って自分の全ての問題が解決しましたって言われたんです。あ、そっか、なんかいつもね、何かするときに答えなくちゃいけない、答えなくちゃいけないっていうふうに自分の立場でだけ考えて、相手が何を求めているんだろうかということに対して、あまり考えたりしなかった。そして自分の考え方と違って自分が結果を出していると、いや、そうじゃないよって、こういうふうにした方がいいよって、こう自分の意見を言ってしまったりするんですよね。で、そういうことをである時ふと気づいたのは、相手の立場で常に考えてあげることがすごく大事なんだなというふうに思いました。だから何かこう聞いてること、それだけでも十分価値なんですよね。だから皆さん、何かこう人に相談された時どうしようじゃなくて、何もしない、ただ聞いて、あなたがそう思うんだら大丈夫じゃないって、それしてみたらって、その一言が、どれぐらい相手にとって嬉しいことかなんです。それは なぜそういうことを言うのかっていうと、相手がですね、相談してくる時点で何か自分の中で、真逆の人とか、あまりこう自分に対して不快になる人と相談しようとは思わないんですよね。大体自分の価値観に合う人とか、なんか自分の意見に背中を押してくれる人とか、そういうのをなんか悟って感じてですね、それでまあ相談してくるわけです。だから多くの説明が必要ないということなんです。で、逆に言えばですね、また相手がこういろいろ相談してきた時、自分の中で違うな、そうじゃないなと思うことって、まあ、誰でもあると思うんです。僕も当然あります。病院の中で仕事をしていると、若いスタッフと意見が当然違うことってあるわけですよね。で、その時に、まあ院長の立場から、それは違うよって言ったら、これもう会話は成り立たないし、もうどちらかっていうと自分の、価値が強すぎるんじゃないかなっていうふうに思うんです。その時ですね、価値はそれぞれ多様性があっていいってことなんです。で、何が正しいか正しくないかって、それもないんですよね。正しいっていうのは自分の正しさであって、相手の正しさではないわけです。だから僕は常に相手と違う意見があった時にも、あ、そうなんだ、あ、そうだよねって聞くようにしてるんです。で、相手を絶対否定しないです。その結果、なんか自分の中で、本当に相手にとって、もっとこういうふうにした方がいいんじゃないかなと思う時は、まあその考え方も、すごくいいと思う。けど、僕自身の経験から、という自分の経験からこういうふうにした時にすごく良かったので、それも一つ意見としてっていうのかな、まあ、あなたのアドバイスとしてお伝えしておきますっていう話をするんです。何か多くの人はですね、自分の立場で何か答えなくちゃいけない、何か相談された時、何かこう考えとかなくちゃいけないって、すごくプレッシャーがあると思うんです。
だけど常に相手の立場を尊重してあげて、相手の考え方も環境や、育った環境だとか習ってきたものによって、そして、影響を受けてるだけのことであって、また自分もそれによって影響を受けてることであって、その違いがあって、当然だということなんです。そうやって思うとですね、何か人から相談されたりとか、また人から急に何か質問されたときに、あ、どうしようっていう、自分はもう何か勉強もしてないし、知識もないし、急に質問されても答えられないしって、なんか不安に思うことじゃなくて、聞いてればいいんだ、あ、そうなんだって、聞いてあげてることで十分なんだ、でまたは相手に大丈夫だよって、そうしてみたらとか、だけど自分の中で、こうした時にはこういうことが良かったよ、それもしてみたら、考えてみて、選択肢の一つだよとか、そういうふうに言ってあげると、決してなんかこう、そのために急に何か振られた時に、そのために何か、あ、勉強してない自分がとか、そういうことじゃないですよね。普段普通に生活して普通にこう生きてくる中での自分でいくらでも対応できるわけじゃないですか。だから、常にですね、相手と自分は違うんだっていう、それが当然だっていうことをぜひね、皆さんの中で気づいてほしいんです。僕はですね、相手と自分は必ず違う、そして違いを認めることが大切っていうのをですね、ある時、これはですね、人間分析学の勉強してた時なんです。人間分析学って何かっていったら、人の生年月日をそれぞれ生年月日かタイプ別に分けていくっていうのを勉強したんですね。そこで習ったことは、当然人にはそれぞれのタイプがあって、全く同じじゃないんだ、そのタイプが違っていて当たり前、人と自分は違うんだよ、その違いを認めることが相手との調和の中ですごく大切だから、否定じゃなくて調和を取るためには認めるってことでいいんだっていうふうに言われたんです。なんかね、すごくたくさんの、勉強してきたりとか、たくさんの人といろんなやり取りをしていく中で、そのことを知ったときにものすごく楽になりました。皆さんどうでしょうかね。今まで話したことで、過去で振り返った時に、皆さんの中で、何かうまく答えられなかったなとか、一生懸命答えたのに何か相手に伝わったのかなとか、なんかこう伝えたのに相手になんか感謝されなかったから、かえって不快なこと言ったんだろうかって、何かこう振り返ると、なんかそういう自分の中に、記憶ないでしょうか。これからはですね、そういうんじゃなくて、何かを伝えるんじゃなくて、まず相手の話をしっかり聞いてあげるといいです。聞いてあげるとすごく楽になります。僕、カウンセリングの仕事っていうのが、カウンセリングの仕事をしたくて、カウンセリングのスクールに行ったんですね。で、その時思ったのは、なんだよ、人の話ばっかり聞いててみたいな、あ、そうなんだ、そうなんだねとかって、ずっとカウンセラーの仕事って話を聞くんですよね。で、こんなんで何が役に立つんだろうと思ったんです。実際に傾聴って何か意味があるのかな、それよりもこうしたらとかっていう方が全然価値あるのにと思ったんです。で、これもですね、経験のない自分でしたね。ある時ものすごく悩んだ時に、どうしよう、頭で論理的にはすごく分かってたんです。で、分かっていて、解決策もこうした方がいいのにっていうのを自分の中では分かったし、ある人に相談した時に、井上先生ぐらい知識あったら問題なんか解決できるじゃないですかって言っても、解決できなかったんですね。で、それはなぜかっていうと、頭で理解してるけど心で何かわだかまりがあって、なんかモヤモヤして理解ができない。で、人と会うたびにですね、なんかその話をしてたんです。実はねとかって、当然その本人と関係ないところで話するんですけど、で、だんだん話してるうちに、なんか楽になってきたんですね。で、そこに執着している自分が何だったんだろうと思ったんです。その時に、あ、人に話をして聞いてもらえるってこんなに楽だったんだ、楽になれるんだ、心のゴミ出しってそういうことなんだってすごく気づいて、あ、カウンセラーって本当に傾聴して聞くっていうことで人の悩みを解決してあげられるんだっていうふうに気づいたんですよね。何でも経験だというふうに思います。僕のお話していることはですね、ただこう人から聞いてお話ししているとか、そういうことじゃないんですね。実際に本を読んだり、プログラムで勉強したり、そういう中で、自分で自ら体験したことをお話しています。ですから、これからは人の話をしっかり聞いてあげてください。聞くだけで自分が何してるんだろう、意味があるんだろうじゃなくて、聞くだけがもう最高の価値。そして相手を批判しない、そして相手を認めてあげる、そして何か自分が
本当にこう伝えたいことがあれば、自分の経験の時はこうしたらよかったって自分の経験ということに置き換えて話してあげればいいです。そしたらですね、常に相手の立場に立って相手を尊重してあげること、これがですね、人との関係の中で最も大事なことだというふうに思いますので、ぜひ実践してみてください。今日はですね、僕自身の経験からいろいろお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。